対象度についてどういう意味かわからない聞いたことはあるけど詳しくは知らない具体的にどのように使われているのがわからない使う上での注意点を知りたいといったことでお困りではないでしょうかこの動画では対象度の定義どのような時に指示するのかスペンジオでの使われ方使用する際の注意点を解説していきます早速ですがまずは対象度の定義です対象度とは一言で言うと 対象の中心面が基準の中心面からどれだけ隔たってもいいのかということです実際に図面での使われ方を見てみましょう溝形状に対する指示を見てみます図面上側に横向きの3本線の形をした記号がありますがこれが対象度を表す記号ですまた A という記号はデータ部を表す記号ですが データ無とは簡単に言うと基準のことでありこの図面の場合、外形の中心面のことをし示しますこの図面で指示される交際域はこのようになります対象となる中心平面、つまり溝の中心平面はデータ無中心平面に対象で0 1ミリ離れた平行に平面間つまりデータ無中心平面を中心に プラスマイナス0.05ミリの平面の間にあることが求められます。設計者の意図としては裏返しで組み立てても問題ないように中央に溝が欲しい。基準の中心平面に対する対象のズレは0.1ミリまで許すということが挙げられます。次の例として穴の軸線に対する指示を見てみます。 このの図面で指示される交差域はこのようになります対象になる中心軸はデータム軸直線に対象で 0.1mm 離れた平行に平面間つまりデータム軸直線を中心にプラスマイナス 0.05mm の平面の間にあることが求められます。設計者の意図としては軸にピン打ちして固定したいため軸の中央に穴が欲しい。 基準の軸直線に対する対象のズレは0.1ミリまで許す、といったことが挙げられます。この動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。概要欄ではこの動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先を貼っていますので、興味のある方はクリックお願いします。今後も役立つ情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。